続いての問題です。次の問いに日本語で答えなさい。東大文学部の語学王梶田淳之介。ナイル川。東大文学部の語学王梶田淳之介、見事に正解であります。アラビア語が読めるんですか？はい。マホアアルナハルアルアトワルアルミスリーフィルガーレン。すごい。なんや今の。怖いんですけど。怖い怖い。梶田さん、なんて書いてあるんですか？世界で一番長い川はというふうに続いているので、答えはナイル川となります。すげえ。なんといってもこの梶田淳之介は英語から古代ペルシャ語まで40カ国語を自由自在に操ります。参りましょう。福澤さんどうぞ。続いての問題です。次の絵画は韓国ソウルのサムスン美術館にある絵画です。作者名を答えなさい。東大医学部の神の河野玄斗。アドラインハート、東大学部の神の河野玄斗。我々の予想を上回る速さで今ボタンを押しました。まだ出てないはずなんですが、どういうことですか河野さん？一見真っ黒に見えるんですけど、これ絵出てるんだ。はい、それをブラックペインティングっていう風な。そうなんです。アメリカの抽象画家アドラインハートはこのような黒一色に見えるブラックペインティングで有名な画家なんです。そういうことか。ただ我々のこの想像を超えるスピードで早くも答えました。すごすぎるわ。